韓国のマクドナルドは、幸せのバーガーキャンペーンの一環として、ロンヤマ陸軍訓練所にアップルパイ1万2000個を無償提供すると28日、明らかにした。先だって、マクドナルドは昨年7月、中西南道に位置する陸軍訓練所と、幸せのバーガーキャンペーン協約を締結して、 入所訓練兵らの福祉増進と地域社会の発展に寄与することで協議した。マクドナルドの関係者は、寒い日にもかかわらず国防の義務を果たすために努力する訓練兵に温かい応援の手を差し伸べることができて嬉しく思うとし、今後も訓練ところと緊密な協力関係を維持しながら、地域社会貢献と訓練兵らの福祉増進のため、 積極的に協力すると述べた。